データの保管場所に接近中だ。接続元を探す。オーケー、行くぞ。わあ、ホームは至る所からデータを取得してるぞ。こいつは 2.0 に限った話じゃなさそうだ。だろうね。デバイスの数は限られてるのにデータが多すぎる。システムに潜り込んでこのデータの行き先を調べてみる。うん、逐一知らせて。ビービーブオーケー、水門を開こうか。よっと。嘘。ガス、ユーメナイを呼んで。サーバーに侵入された。ローカルよ。何を見られたのかも誰かもわからない。絶対逃がさないで。マーカス、何したの？なんだよ、アクセス権もやっただろ。同時にホームの民間警備に通報された。接続をモニタリングする補助システムがあるみたい。急いでデータを抜き取るからやり過ごして。急いでくれよ。Catch that? ダメだ、こんなのダメだ。シタラ、何が見えてる？ホームはユーザーを異なるストリームごとにまとめてアクセス権を他社に売ってる。主に保険会社みたいね。つまりピザばかり注文すると保険料が上がる。で、ホームに手数料が入る。うわ、きったね。
氷山の一角よ。詳しく調べてネガキャン映像用にいいのを選んでおく。あの人何を、ブラシをケツに。やめろ、ネタバレすんな。おい、ネタバレはなしだ。ネガキャン映像が完成間近だから、スートロまでの素敵な乗り物を用意した。局の準備を手伝わねえか。ハックしてくれってか。反技術派。今向かう。